あそこになんかいるよ。いやあ、ひどいじゃないか。黙って旅に出ちゃうなんて。ワッツ来てるの？こうなったら俺もとことんついていくぞ。聖剣の成長が気になるし、いい修行になりそうだ。あ、そうなの？待ってたよ。鍛えれんの？今日はな、もうワッツとしばらく会えないと思って鍛えてきたんだけどな。じゃあ弓強化してもらおう。うん、勘は強化できない。オッケー。なんだよ、ついてくんのかよ。ちなみにどうしよっかな。弓持たせてみようか一回。ぽぽい。オッケー。ここはもう何もないかな。したらなんか飛んでんの気になるけど、とりあえず行こうか。じゃあ、めっちゃ雪降ってたのに今度は桜咲いてますよ。あ、2匹いたいるし。何出たんだって？奇遇ですにゃ。私もにゃんです。ところで特別出張サービス。ありがとう。みんなこうやってついてくるんだ。わっ、防具が増えてる。欲しい。ちょっとお金稼いで防具揃えようかな。はい。はーい。じゃあちょっと、レベル上げもしたいし、モンスター狩ろっか。わ、初めて見る敵が結構いますね。オッケー。うん。あ、ちょ、プリムさーん。あれ？これあれじゃない？ちょっと待って。はい、じゃあまだやれるなら一回回復してもらって、これあれだよね、ポポイの魔法で壊せるかな。フリーズ。ん？ん？これじゃないとか？これクエイク。アースクエイク。違うっぽいです。進めないの？こっちじゃないのか。あ、こっちにも道あるじゃん。この風船がつく技は誰の攻撃で風船ついてんだろう。すごい、ちょっとしか倒してないけど一気にお金集まった。じゃあ買おう。これが2つで、うん、羽帽子じゃあ2つ買えばいいか。 OK。 羽帽子で、羽帽子で、コブラの腕輪。オッケー。はい、じゃあいらないもの売ったり足りないもの買ったりして整えたので先進もうか。もっとレベル上げた方がいいかな。あ、怖い。うわー、開けるの嫌だったけど開けちゃった。なんか敵が強くなったな。オッケー。泣いてもいいかな。こっちにも道あるけど看板とかないんだ。どっち進めばいいかな。じゃあ上行ってみよっか。上でっか。プロ、あ、逃げちゃう。待って、あ、混乱すると、あれなんだ、操作逆になるんだ。十字キーの。へぇ、なるほど。こっちじゃないかな。ちょっともう、片方の方も見てみよう。やめて。
逆でしょ。あれちょっと待って。ポポイさん、ポポイさんが知らぬ間に。オッケー。で、あとはプリムちゃん魔法で回復して、水よ、ヒールモーター、会いたーい。こっちは、あー大砲屋さんこっちにもいるんだ。え、グホホ、いらっしゃい。あ、どこ行く、どこでも50ルク。ガイアのヘズとかも飛ばしてくれるんだ。とりあえず大丈夫。じゃあ順路は上でよかったのか。あたしばっかサイレンスかかる。無限脇とかなの？すごい枠じゃん。じゃあ行こうもん。あ、寒そう。あれ？戻ってきたんだけど、どういうこと？迷子じゃん、私。助けてー。よし。うわ。あ、そうだ、ここで、あれでしょ？ちびっこハンマーを、使えばいいんじゃない？やった。完全攻略。こっちはいけないんですよね。あ、てかこっち道あるじゃん。やっと見つけたよ道。じゃあこっちかな。ん、なに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 、敵、ちょっと待って、救、一匹になったやつからやりたいね。あ、ちょ、めんどくさいな。当たんないし攻撃。じゃ、魔法使っちゃおう。クエイク。このダイヤミサイルっていうのも攻撃なんだよね。これやってみようかな。はい。あれ？あ、あんま効かない。え、なんか、全然攻撃通んないんだけど。ちょっと待って。クリムちゃんがやばい。え、全然効かなくないっすか攻撃。あ、そんなことない？じゃあ、フリーズは？あー、フリーズの方は効くじゃん。もうやだやだ。ランディ困ったもんだぜ。一匹ずつ片付けたい。やった、やっぱ魔法強いな。で、もう一回撃ってもらおう。よっしゃ、強い、ポポイ様様だ。で、ん、特にここには何もないの？何もなかったじゃん。戻ろう。モーグリたちも村に戻ってこれるだろう。あ、何これ、モーグリの村だったの？何もなかったじゃん。あ、でも、これモーグリたち来たってこと？なんかワッツとニキータもいるけど。かわいい。どうしたの？あ、どうした？やっと全部思い出したよ。うん。森を春から季節の順にぐるっと回って春に戻れば、そこから妖精村に戻れるんだ。森を春から季節の順にぐるっと回る？ん？あ、
そっか、クポポ森を春。あ、はい、これあれなんだ、マップが春夏秋冬になってるからってことかな。クポポ、あ、同じことしか言わない。これもらっていいのかな。よっ、おおの、こっちはよっ、グローブか。グローブとか使ってないけど。5949ルク。すごい溜まったな。で、グローブ。うん。ありがとう。魔法のくるみもお金あるから買っておこうかな。まあ、一個買えばいいか。あ、ここが四季の森って言うんだ。なるほどね。じゃあ春から夏に行って、ちょ、本当に敵がいっぱい湧きすぎる。で、夏から秋。うん、秋。あー、ここも、あ、もうサハイレンスが厄介。もう無視していこうかな。さよなら。行くよー。はい、行きますよー。はい、行きますよー。で、秋から冬。あ、ここにも敵はいてる。もう無視していこう。で、冬から春。右の方で音がしたぞ。あれかな？行けなかったとこかな？ちょ、この、ピンクのやつほんとやだ。あ、いけるようになってる。ここか。帰ってきたぞ。帰ってきたぞ。どうしたんだ？え？村がめちゃめちゃだよ。マジ？一体何があったんだろう。なんだ？何かいるぞ。え？ボス、待って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 。今ポポイが体力がないから回復して。何がいるの？え、何もいなくない？ん？あー、そういうこと？飛ぶ。なんかドラクエにいそうだな。あ、バルーンまずい。あ、かわいい、そのバルーン。ちょ、攻撃、なんか自分の攻撃がいつも効かないんだけど。ちょっと待って。じゃあこれいいんじゃない？クイック。じゃあポポイにクイック打ってもらって。あ、ちょっと待って、自分がバルーンになっちゃった。したらで、ポポイは、どっちがいいんだろう。ダイヤミサイルが MP 消費が少ないから、一回ダイヤミサイル撃ってもらって。ダイヤミサイル、ちょっと遠いんだけど。あ、痛い。一回も全体にかけよっか。MP もったいないか。ポポイだけにしよう。やばい、さ。サイレンス。あーん。あ、倒した。今回は難なく倒せたかな。やった。で、あ、ブーメランね。めちゃくちゃなの？ここは
なんもないか。戻ればいいのかな。みんな中にいんのかな。あれちょっと待って、中入れん、中入れない。あれこっちじゃないのか。あ、こっちにも道あったのか。ん？なんだこれ。あ、神殿じゃん。あ、誰かいる。おじいちゃん。じいちゃん。かわいい。おお、その声は。おちびかい。どうしたの？目が見えないの？あら。帝国の人間たちが風の封印を解きに来たのじゃ。うん。わしだけ神殿におったために目をやられるだけで済んだが、多分他の者たちは。なんてひどい。マジで。嘘だ。きっとみんなどこかで生きているよ。うん。うん。きっとそうじゃの。おじいちゃん、おじいちゃん死んじゃう。じいちゃん。よく聞いてくれ。おち、あ、ごめん。我ら妖精は飛ばしちゃった。マナと共にあるのじゃ。人間たちはマナの種子の封印を解き、古の悪魔を再び蘇らせようとしている。マナが消えた時、我ら妖精もこの世界から消えてしまうのだ。悲しいことじゃ。それはまずいですね。おいら、村のみんなが帰ってこれるようにマナを守ってみせるよ。大丈夫、おいらには子分もいるし。うん。おお、なんとけなげな。わしもこの目さえやられなければ、もはやお前だけが頼りじゃ。お前たちにわしから風の精霊魔法を授けよう。この人は風の魔法なんだ。いでよ風の陣。うん。お呼びですか、ご主人様。なんか出てきた。今からこの子たちがお前の主人じゃ。頼んだぞ。かしこまりました。皆様今後ともよろしく。声が太いな。あ、やった。エフェクトの魔法を使えば、そのオーブが反応する魔法を使う精霊がわかるのじゃ。ディテクト。うん。西の森のクリスタルオーブに魔法を使えば、マタンゴ王国への道が開かれるじゃろ。あれか、魔法を打っても何もなかった、あの丸っこいやつか。マタンゴ王国の北に竜の穴という洞窟がある。そこに伝説の白い竜が住むという。白い竜。マナを守るためには奴の力が必要になるはずじゃ。さあ行け。わしのことは心配いらぬ。神殿にいれば安全じゃ。じっちゃん、きっとみんなと一緒に戻ってくるからね。しっかりの。疲れたらいつでも戻ってくるんじゃぞ。わしがしてやれるのはこれぐらいじゃ。回復してくれるのかな。さあ。あ、回復してやろう。そうだよね、ありがとう。セーブもしておきなさい。あ、じゃあセーブもしておきます。つけていくのじゃぞ。はい。で、この種子も共鳴させた方がいいのかな。
うん、ミッションコンプリート。じゃあ、あのオーブがあったとこに戻りますか。ポポイって結局本当の名前は何て言うんだろうね。この先もポポイでずっとやっていくのかな。で、ここだよね。あ、魔法が増えてる。エアブラスト。攻撃。これも攻撃。あ、サイレンス。なるほど。あ、じゃあ、プリムちゃんか。どれだ？サンダーセーバー。うん。バルーン。あ、ディテクト。あったあったあった。これだね。あ、宝箱の罠を外すっていうのができるんだ。あ、じゃあこれやれば、もう変なガスとか食らわなくて済むんだね。間違った。オッケー。これだね。ディテクトを。オーブに。ディテクト。ジンの魔法に反応する。あ、で、風の攻撃の魔法を打てば、間違った。このオーブが壊れるってことになるのかな。じゃあ、エアブラスト。あ、よかった、反応して。あー、取れるようになった。じゃあ、進もう。じゃあ、ここしか道がないから、ここ進んで。うわー、まだ、敵いるか。宝箱から、防具が出てくることもあるんだ。てか今、何の警戒もせずに宝箱を開けちゃったけど、宝箱出た時点で、ディテクト打てば、罠にかからなくなるってことですよね。じゃあ、こっちかな？ん、まだ続くな。まだ続くな。ここは？お？火薬が切れたので、ちょっと留守にしてます4。ここにも大砲あるんだ。なるほど。まあ、ここは、じゃあ、また、今度。よし。で、ここに洞窟がある。あ、敵？敵か。ん？通れない。あ、これもしかしてさ、斧じゃない？斧の方が攻撃力高いんだ、今。ほら、やった。で？うん。なんかキノコの森。こっちは？あ、こっちは特になんもないんだ。あ、じゃああっち行こうか。ここはマタンゴ王国である。あ、敵じゃなかった。マタンゴ王国。あ、本当に。じゃあ、あれなんだ、このキノコって言っちゃったけど、マタンゴの国なんだ。我々マタンゴ一族は野蛮なマイコニドとは違い、平和に暮らしているよ。マイコニド。これはじゃあ敵じゃないってことよね。きっと皆さんにも親切にしてくださるでしょう。また新しい人の名前出てきたな。見ての通り我らは弱い種族。とても北の洞窟の中に住むモンスターたちとは戦えない。うん。マタンゴ、これが挨拶の言葉。なるほど。森が最近騒いでいるよ。何かよからぬことの前触れか。うん。これが別れの言葉。いや、ちょっと覚えらんないっす。ゴン玉。ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。なんだここ。見ての通り我らは弱い種。はい。
ここはこの国の王トリフォー様のお城マッシュ城である。あー、トリフォー様は王様なんだ。トリフってこと？トリフォー様はきっと皆さんにも親切にしてくださるでしょう。あ、はい。道具屋さんある、先に行こう。すいません、ご用件は？イケボ、イケボ売ってる。あ、売ってるもの変わってる。派手なつなぎ、そんな高くないから全部買い揃えてっちゃうか。これ1個と3人分買えるじゃん。通貨所持金すごいことになってた、気づかなかった。じゃあ3人分。他にご用は？ない。またお越しください。はーい。鉄の兜、あ、結構上がる。鉄の兜と派手なつなぎで、まあそんな上がんないけどいっか。ウルフバンド、じゃあみんなに装備させていこう。またお越しください。じゃあいらないもの売ったのでお城行こうかな。お城なのこれ？あれ、ワッツじゃないこれ。今この人から皆さん、ワッツ強いな。結構敵強かったけど、待ってたよ。一人で来て偉いじゃん。でも強化するものない。あ、あった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 。じゃあこれブーメラン、そういえばあったな。これ宿屋かな。一泊。ああ宿屋だった。ちょっと待って待って、まず王様に会いに行こう。王様なのこれ？あ、冠かぶってる。いや、驚きましたよ。私が山の洞窟で絶滅したはずの白竜を見たんです。本当だよ。白竜に会いに行くんですよね。かつて我らの先祖は生き物を操って大空を自由に飛べたらしいんだ。白い竜のような生き物だったらしいが、今ではもう絶滅してしまったとされている。そこの人が見たって言ってたよ。ところが昨日国の者が北の洞窟で、そう、その白い竜を見たんだって。うん。お前たちも知ってるだろ、マナの要塞と神獣の世界を炎で包んだ戦いの伝説は。うん、オープニングのやつですよね。その神獣とは違うみてえだが、世界には昔から神の獣って呼ばれてる生き物がいるぜ。時々森の中とかでわけのわからない黒いやつが飛んでるだろ。あー、あれだよ。そうなんだ、あれ神獣なんだ。へえ。トリフォー様は亡くなられた先の王様の後を立派に継いでいらっしゃる。うん。しかしトリフォー様は少々向こう水なところがあるので苦労が絶えぬわ。まだ若い王様なのこの人。ついに来たか、伝説の勇者たちを待ってたぜ。うん。とぼけたってダメさ。この国にはちゃんと伝説があるんだから。いいか。はい。白き神の使いに災いあるとき、うん、政権携えし人の子の勇者現れ、うん、国を救わん。オープニングの曲だな。お前らのことだろう。まあまあそう照れるな、ちゃんと分かってんだからさ。ちょうど昨日国の者が北の洞窟で白い竜が大蛇と戦ってるのを見たんだ。まさに予言は大当たり。さあさあ一回右の出口から洞窟に向かってくれ。なるほど。神殿知ってるけど、うちの伝説じゃ勇者はまず洞窟に向かうぜ。どういうことその伝説、知らんがな。その後で神殿への行き方を教えてやるよ。ほら急いで。あ、そうだ、勇者が来たら上の階の宝箱を開けさせるように言い伝えがあるんだ。開けてってくれ。なんだその言い伝え。じゃあまあ遠慮なくいただきましょう。あ、これか。